二尾層のストレッチは、まず足を持ち上げ、手で掴み、このように体幹をねじります。この時、伸ばしている方の足と反対側に手と顔を向けることで、よりお腹周りの刺激を加えることができます。これを左右交互に7秒ずつ繰り返し行います。